はい、皆さん、こんばんは。えー、今日はね、1月の9日、えー、水曜日です。えー、今、11時9分、回ったところです。夜のね。えー、今日の動画は、そう、そえー、っと、速報、かな速報です。えー、いよいよ。 待ちに待った。X が13日日曜日予定になってましたが、明日、納車になりました <laughs>。いやー、待ちに待った。納車。久しぶりに X と対面が。えー、もう、えー、仕事今日終わって6時頃ね。で、トヨペットのね、担当の方に電話したらもう出来上がってるってことなんで、えー、 まあ明日、まあ仕事終わってからね、6時から取りに行くんですけども、え多分明日、今日の夜から夜掃除したのかなって僕はわからんけど、多分明日かな。もう一遍きれいにしてから納車するということです。洗車かな <laughs>。もちろんね、手洗いでえやってくれると思います。まあなぜかっていうとね、 覆面アンテナがねトリプルでついてるんでね洗車機なんか入らないんで下手に入れると折れちゃうんでねまあ折ったら折ったらそっちに、まあ、トイペットのトイペットもありえんよね <laughs> 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 まあまあそれはやれとしていやーもうようやく約半いやえー、っと半月ぐらいかいやちょうどまあ大体1か月ぐらいか やっぱり予想通り1ヶ月ぐらいかかりましたね。でも、予定より早く帰ってくるんで嬉しいです。3日ぐらい早く帰ってくるんで嬉しいです。その反面、修理代が怖い。そこだよ、そこ。修理代だよ。車は綺麗に戻っても修理代だよ、修理代 <laughs>。もう確実に40はいってる。 それ覚悟せんな。もう仕方ないね、この場合は。自分の車を直すのはね、保険で降りないんでね、相手の車はね、保険で直せても自分の車は自腹なんでね、そこは辛いですね。なのでね、皆さん、あの、事故、えー、してしまった場合、まあ、お構ですね。 おかましてしまったらおかまとかね、まあ、側面でも証明、あのー、書って言ってもそうですけど相手の車は保険で直せても自分の車は、えー、自腹でね払わないといけませんそれはまあ皆さん分かってると思いますけども、えー、気をつけて運転してください、まあ、おかました本人が言うのもどうですけどね <laughs> でもようやく戻ってくる嬉しい中古パーツもなんかあったみたいで、えー、取り付けてもらいましたまあそれはね明日、えー、仕事終わってからねトイペット行ってからおいおいそこそういう細かい分はね、えー、聞く聞こうと思うんで、えー、またね明日も えー、ちょっと動画上げるかもしれません。えー、ね、見積もり書ね、いくらかかったとか。えー、もう赤裸々にバンと載しちゃいますんで、えー、楽しみにしてください。<laughs> こっちは不安です。怖いよ。まあ、細かく書いてあるんで、まあわかると思いますけども。う 見積もり見ながら、まあ車で、車せ、ここを交換したとか、そういう動画も上げられたらいいかなって思っております。思っている,いるだけでできないかもしれませんね。時間が時間なんで。まあね、時間。夜の撮影とかになるとちょっと結構大変なんで、もう寒いんで、福井県はね。朝なんてもうバシバシに凍ってましたしね、今日なんか。 まあ、休みのときやってもいいんですけど、休みのときはね、なんか、まあ、いつも休みのときやってるか。マナガグランドとか、市役所の駐車場行って、動画投げてるし。うん、なのでね、えっ、ー、と、アリオンのね、えー、自動ブレーキテスト、結局できませんでしたが、 申し訳ございません。えー、明日返すことになったんで、えー、その、そこはちょっと申し訳ないです。<laughs> えー、X さにはね、あの、中期には自動ブレーキとかそういうヘッダグレーなシステムはついてないんで、後期型しかね、レーダークルーズコントロールとかね、後期型しかついてないんで。<laughs> まあ、長々と話しても悪いなんで、今日の動画は、え明日、ようやく、X が、待ちに待った X が、修理から、帰ってくる、の、朗報、速報でした。ご視聴ありがとうございました。